マルキモ選手の魂のラジオ。いやいやいや、今日の面白いスタートになったね、これね。スタートが結構テンパってましたけど。ねえ、しかもさ、俺らがいけないのかな。そうですね、僕これいつも言ってもらってますから。うん、そう、あ、そうなの。そう、僕進行表をね、いただきましたところ。今日ね、ちなみにね、見てこの T シャツどう？あ、それはあの我々のやってる配信アプリの、そう、ポコちゃんのねプライズでね昨日届いたの。そうですよね。でね、ロンティ、はい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 、ちょっと触ってみて。あ、え、結構しっかり、結構しっかりしてんだよ。もっとザラザラかなと思ったら、じゃあ俺もっとペラペラだと思った。あ、ベラベラかペラペラのもんかなと思ったらね、結構しっかりしてる、ソフトな感じで結構すごくない？いいの。そう、ちょっとね名前入っちゃってるけどね、はいはい、あのね、俺がねマー君って書いてあるの。マー君、あ、自分、うん俺マー君って書いてあるの、ね、あら、それあれだ、なんかライバーの名前とリスナーの名前が入る、そう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 、ロング T シャツのあのやつで、たらね、いつも言ってるユリチが一番お目になって、ユリチがライバーさんだった、はいはいはい、応援団でみんな言った、なるほど、ね、マー君、テツさん、ユージさんね、がトップファン。そう、テツさんがね、ああ言うとりますけどっていう人なんだけどね。ああ言うとりますけど、ほう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 っていう人なんだけどね、まあね、まあ、た多分テツさんね、プライズね、もらってないんだけどね。なんでですか多分ね、そういう人じゃないから。ああ面白い人なんだ。プライズもらうかもらわないかも選べますもんね。そう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 ね、面白い、ね、今日はね、この服をね、ちょっとね、こういうポコチャーでね、はいはい、配信をしてるだけではなく、うん、んリスナーとしてね、リスナーさんとして応援してると、なんと、はいはいはい、あのね、こういうものが当たるとね、うん、うんうんじゃなくて、あなたも早くインストールして ね、ここの人たちインストールもしたいからね。そうです、インストールして ね、ちゃんと鳥小屋ずりっていう名前をつけて、はいはいはい、ほんであのリスナーでうちらのとこで、あのね、10万円くらい投げてくれると、確かに確かに、あ、鳥小屋ずりって言ってなって、みんなね、すごい宣伝できますからね、見てみんな飛んでって、はいはいはい、ね、今に20万人突破してんだからね、登録者数が、多分ね、ここのね1日とね、あのね、聞いてる人よりも多いんだからね、ぜひともね、ほんとディスるディスる、はいはいはい、じゃあとりあえずいつもの説明をいきましょう。はいはいはい、今日もですね、例にもよってトレイルという機械を導入しております。そうね、これね、こちらこちらこちら、もうちょいこっちだ、もうちょっと出されたら BPR から、そっちそっちこっちだ、そっちだ、そうそう、ラスト読めないんですけど、そうそう、低濃度オゾン発生器トレイルフレッシュフレッシュフレッシュ、オゾンが出てます。今自分で今あれだったね、エフェクトかけたね、セルフエコーでやらせてもらって、そうそうそう、やらせてもらって、オゾンが出てて除菌消臭ができるっていうことですね。そうそう、車、オフィス、ご家庭、飲食店、宿泊施設、シューズボックス、クローゼット、トイレ、喫煙スペースに至るまでいろんなところをカバーできますので、ぜひともこちらをですね、気になった方は調べてみてくださいまし、調べてみてください、調べてみてください、なっちゃったじゃん。これさ、ちなみにさ、どのくらいの範囲なんだろうね。でもあれなんだっけ、17、ん、どんな、12畳分まで、12畳分か、これ1個で、オーマイガー、ちゃんと引っ張れないよ、引っ張れない、12畳分らしいですよ、まあ、12畳分結構ね、これくらいの大きさで12畳分、はい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 、まあね、信じるか信じないかはあなた次第ですって話なんだけどはいはいはい、でもね、これね、実際使ってるね、ここにいるとね、うん、なんとなく匂いすんだよね、なんとなくね、次なんか良さげな香りが漂うよね、なんだろうね、香水とはまた違った、なんかさ、科学的な匂いがすんだよね、うん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 、ちょっとね、塩素っぽいけどね、ね、うん、でもそこまで強くないっていう、強くないし、嫌な匂いではないし、うん、確かに、うん、臭くはないね、うん、なんかね、面白い香り、正直ね、除菌されてるかどうかっていうのはね、俺目で見て分かんないけど、確かに確かに、消臭はされてると思う、ちょっと誰かスタッフさん今ちょっとここで屁こいてみて多分ね、そしたら分かりやすいと思う、だってすぐ出る、だってここ個室だからさ、臭かったらやべえってすぐ逃げるじゃん、確かにね、で歌終わった瞬間にさ、もういなかったとかっていう可能性があるじゃん、じゃあ曲の間でやりましょうか、それ曲の間で誰かちょっと一発ヘコいてみて、曲の曲終わりに人がいなくなってたら、うん、トレイルの効果ないっていうことで、そうだよね、いたらトレイルの効果、あ、あったってことですかね、ああ、だからね、この曲がね入った時にね、ぜひね、曲が終わった後にね、確認してもらおうで、はいはいはい、でもこれペットとかタバコの匂いとか全然、車の中の匂いとか、うん、花粉対策にもなるらしいですよ、次亜塩素酸水と全く一緒じゃん、じゃあね、何が違うんだろうっていうのを気になったらぜひ調べてみてください。
じゃああれだね、やっぱ機械でオゾンなんだね。うん、機械でオゾンなんですよ。やっぱり何言ってるか分かんないね。機械でオゾンなんだね。でもちっちゃいね、結構ちっちゃいんだよ。そうなんだよ、ちっちゃいんだよ。だからこれいいなと思ってさ、うん、ちょっと欲しいなと思ってさ、まあ、これ以上はこの話はしないでおこうか。そうですねあの来週あたりにあの購入方法についてとかね、はいはいはい、までにはあのね、あの多分ねちゃんとしたことが言えるようになると思う。言いましょう今日も町田 BPR 皆さん飲んでますかって、ね、あ、はいはいはい、時短営業中です。皆さんには迷惑かけております。何時からなんですよ。1時から1時から、ね、夜の8時までね、しっかりしたんで、7時であの一応酒類の提供は終了しています。あ、ちゃんと遵守、そうそうそう、ちゃんと守って、ちゃんと守る、素晴らしい、ね、あれね、守らなそうでしょ、まあ、正直守らなそうには見えるよね。でもね、守らなそうな人間がね守るとね、はいはいはい、全員ね守るしかなくなるのよ。あー、なるほど、うん、あの人もやってんだみたいな、あの人もやってんだったら守らなきゃっていう風にね、はいはいはい、しないとね。確かに今回のコロナに関しては本当マジで無理。俺大学教授じゃないからさ、偉そうなこと言えないけど、うん、いや今回はマジで本当ね自粛して、はいはい、ね、で本当にねワクチンまでね多分 5月くらいまでかかるんじゃないかな、うん、今現状で言ったら、ね、でさ変異ウイルス出てるでしょ、はいはいはい、今新しいやつ、そのなんだ昨日ニュースでさ、やっぱイギリスで90人に出たとかって言ってる、まあはいはいはい、イギリスでイギリスでってばっか言うからさ、 EU が悪い国みたいになっちゃうけど、ああそうじゃないんだからさ、ワクチンじゃないよね、予防接種だよね、もうもはやね。だから旧型のを抑制できるけど、でまた今度新しくなったらまた新しくなる。だから当分何年間かはね、1年に1遍ぐらいワクチンが出て、1年に1遍だからね、もう本当そういう世界だと思うよ。うわ、今回のはね戦争みたいなもんだと思ってる俺は、うんうんうん、だからねそれいかに対応するかって言ったらね、まあ、正直自分たちね飲食業なんかやってると、うん、はっきり言ってね大打撃。そうだろうね、うん、もう俺がねあの総理大臣、ちょっと誰か俺を総理大臣にちょっとしてみあのねほんとマジでやるよ俺。あの鴨宮のね造幣局行ってね、もうすれすれっつって、お金をいっぱいすっちゃえっつって、みんな配れ配れっつってね、はいはいはい、でねあの免許証とかマイナンバーでね、はいはい、あのなんつうの、守らなかったやつはあげない、うーん、うん、あのメキシコみたいにねダメっつって。なるほどあそこはほらもう水道からなんか電気から絶対止めませんってやってる、うん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 、その代わり出ないでください、うん、だけど社会保険番号で、ね、出てた人はもうあなたたちは知りませんからねって、あもう保証がなくなる、保証がなくなるよって、ね、はいはいはい、しっかりやってんじゃん。そうか、先週言ってたやつだね。そう先週も言ってたけどね、はいはいはい、だから、ね、日本のねちょっとねあの二階さん、はいはい、あ二階さんって何、菅さんなんだけどさ、あはは、ついついさ二階派閥だからさ、その上言っちゃうんだけどさ、ね、菅さんどうせいつもさんでこれで眠そうな顔してるからあれなんだけど、すごい言うね、うん、いやいいんだけどさ、はいはいはい、今回のオリンピックのさ森さんとかさ、はいはいはい、石川県の人なんだけど、うん、でちょうど俺今イベントで石川県のねシャンメリーに出てるんだけどさ、あ、はいはいはい、頭いいよね。だけどさ、残念なことにさ、あの成功、うん、橋本成功になっちゃったね。あのオリンピックの委員長さ、あ昨日やってたね。なんかすごいあれさ、あれかわいそうだなと思ってさ、だってオリンピックにさ当たっても外れても文句言われるでしょ。まあこんな時期はね、誰がやってもでもそうなっちゃう、ね、そうだからさ、その前に川淵さんに仕事してたんじゃん森さんは、うん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 、85歳のおじいさんにしとけばさ、ねえいいも悪いも言われたってさ、その後引退するだけなんだからさ、うん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 、それはそうでちゃんだからさ、そうだけどね、成功成功足元成功何それ憧れーのって知らない、知らない、あリンダ、あリンダ山本リンダって昔あった、へえ、爆笑かかってますよ。そう爆笑かかってる、はいはいはい、そうこれ長崎だけハマって流行ってたの、なんないでしょ、ね、みんなやってたでしょ、成功成功とかってね、グラス持ってね、わかんない、そういつ頃の俺はまあこの、ね、まあね、このタッグがすごいね、スタッフさんとの、ちょごめん、長崎のスタッフさんいらっしゃるから、長崎にはさ本当ね、あのね名産はトルコライスですって言われたからね、前はね、ああね、ワンプレートですけど、はいはい、ナポリタンは必ずついてますけどって話なんだよね。すごいうなずかれてますけど、え、いや本当そうなんだって、ちゃんぽんちゃんぽんってみんな言ってくれるじゃん、あ、ありがとうございます、単なるごちゃ混ぜですって美味、ね、しいけどね、そういや、サラウドもうまいけどね、あサラウドも美味しい、サラウドも俺好きだけどね、オイスターソースかけて食う派だ、はいはいはい、東京来たらスーかけて食うからさ、なんでかなと思って、あースーかける、かける
かけないでしょ、オイスターソースでしょ、ウスターソースかオイスターソースだよね、ほんとそう、へえ、それなの、僕もオイスター、オイスター、ナイス、かけない、うん、ナイスナイス、なるほど、そっか、じゃあそんなナイスなあなたのお姉さんの話を、はい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 、ちょっといいよ、押していきましょうか、うん、え、これは次、ね、もう全然俺にさ LINE で送ったの読んでない、読んだ読んだ読んだ、コロナ対策俺言ったべ、あ、ここでしょ、 OKOKOK、 そこだよ、さあ次1曲目をかけたいというところですけども、うん、その1曲目について少し説明しようかなと、そう、それそのためにあなたにね、今日はね、いつもですね、あの宣伝をさせていただいております、僕と、兄弟でやってる YouTube があって、僕が兄弟でやってる YouTube の、あ、これです、チャンネルがありまして、 Nobody's と言います、で、いつもここにかかってる BGM の、うん、そのクワイエットのステインの、MV がですね、ついに YouTube の方に上がりましたので、うん、そのクワイエットステイン MV ってこれですね、今矢印がついてる、そうで、これ MV っていうのさ、はいはいはい、はミュージックビデオってこと、そうミュージックビデオ、あ、ね、PV って言ってありますよね、プロモーションビデオで、 PV って言ったら分かんないけどさ、うん、MV っていうからさ、はいはいはい、正義とバトルと思ってたの、違うのよ、あ、そういうことじゃなくてね、あなたとバトルではなくて、あそう、でこれはそのなんていうの、そのクワイエット、クワイエットね、そう、あ、そのクワイエットのステイン、今度ちょっとさ、あのこういうの書くときさ、カタカナかさ、あのハングルかなんかって書いておいてくんない、ハングルは練習しないといけないけど、ハングル簡単だから、あの口でさ、こう説明しようとしてもさ、あのなんだ、クワイエット、うん、クエストとかどっちだっけとかさ、わかんないんだよ俺さ、カタカナ振ってきますね、そうだよ、みんながみんなさ頭いいわけじゃないんだからさ、ちょっとわかりやすくさ、もうね、そう、そのクワイエットの、うん、MV が公開されたと同時に、はいはい、サブスクライブ、各種サブスクライブ、 iTunes とか、うん、Apple Music とか、うん、Spotify とか、もう Amazon Music とか、うん、いろんな楽天ミュージックとかいろいろありますけど、そのバーッとなんか20、30、40ぐらいの媒体で買えるようになりましたので、それなんとかミュージック知ってる、え、俺もわかんないから、お前に LINE したじゃん、それどうやって買うんだよって、 Apple Music とかいろいろあるので、ぜひともそこから皆さん多分何か一つは入れてると思うんですよね、ミュージックの媒体を、あ、そうそう、みんなあの携帯の方に入れてると思うんですけど、俺なんかレコードでナノシートの時代だからさ、ナノシート、うん、ナノシート、ナノシート、うん、何それ、え、知らないの、ない、レコードの板じゃなくてさ、はい、なんていうの、ペラペラのさ、はあ、赤とか紫とか黄色とかのさ、はあ、なんかなんかペラペラの紙でさ、はあ、それにこうやってレコードの針を落とすとなるんだよ、泳げたいやくくんがね、そう、知らないんだ、知らない、あ、今ね、多分ね、うちのお店でね、飲んだね、楽しんでるお客様、はい、絶対わかる、ナノシート、ナノシートじゃあぜひあのお客様もぜひともそのクワイエットステイン見てください、聞いてください、買ってくれると嬉しいです、ね、でもすごいいい曲なのよ、歌詞に注目して見てほしいし、ぜひともね、いつもこれ流れてるので、映像ありでミュージックビデオで、ぜひとも YouTube の方で再生してみてください、そんな曲を今から1曲目としてかけていただけるということで、ぜひともじゃあぜひともよろしくお願いします。携帯の操作の仕方わかんないから今度ちょっと教えて、あ、じゃあ今度ここの、ここでチャンネル登録の仕方っていう回やりましょうか、うん、そうだねだってさっきから俺正直なこと言っていい、うん、スポティファイボーリング場かなんかかな、ありそうだけど違うんですよ、結構でも3年前ぐらい4年前とかに流行って、流行ったんだ、うん、めちゃくちゃダウンロード多いみたいよ、俺流行ったこと知らないんだね、あ、そうなんよ、あれ、ちなみにうちの女の子みんな知ってる？うちで働いてる人たちみんな知ってる？それ、スポティファイは分かるんじゃないですか、あ、そう、うん、知らねえ、あら、じゃあぜひとも遅れてんだ、お願いしたいです、ステイン、じゃあぜひ、よろしくお願いします、歌詞に注目して聞いてみてください、何、そのクワイエット、クワイエットでステイン、どうぞ、これが、これ、これ、どんな感じ、ゆっくり見ちゃうかな、
奴隷に囚われているまたは悲しんでる全て吐き出せたい誰もかも先には誰が待ってるんだろう永遠を切り取ったような今は暇でしかない僕にはこの先とあの日々の香りがあるだからまだ息をしていたい動かないと立ち尽くした僕は瞳を閉じて何度も繰り返した抜けろだからきっと美しい夢のまま今は思い出に変えてくれるだろう足かい。どうでした曲。とりあえずね、おならは臭くなかった。ああ、そうですね。ここにいるってことはトレイル、ここにいるってことはトレイルがね、取った。トレイルが取った、うん。それは間違いない。トレイル。トレイル。あ、ダジャレ？え、今更だったの？初めて知った。え、ここもうな、もうど何回目？何回目？匂いがトレイル。匂いが取れるっていうか、そのなんつうの、オゾンとかのパワーで脱臭除菌で取れるだから、取れるだろ、取れる、そういうことか。それ以外何があるよ。なるほど。え、マジで大学生本当にやってんの。何語のどんな意味かなと思って。そのこんな何語って日本語に決まってんじゃん。唯一ちょっと聞こえるかろうが、フランス語に聞こえるかなぐらいの話じゃないの。取れるみたいなね。そう、トレールソワンみたいなさ、そういうノリかなと思って。さあ、アザブジバーンみたいなノリでしょ。そうそう、全然違ったね。オスアンデ、なるほどな。オスタンコが出ますみたいな。オスアンデババオス、ババオス、ババアが押してるね。そうか、どう、それで MV は、 MV は見ました。え、 MV 見ました。お前さ、今の話のあの何、ごめんなさいは何だったの。見るよ。見てないのかよ。忙しいんだよ今、ね、社会保険事務所に行ったりとかしてるんだよ。児童手当のやつとかさ、はいはい、ちゃんと払わないといけないからさ、はいはい、俺らは、うん、あの事業主はね、うんうんうん、あの社会保険に入ってさ、加入しないといけないでしょ、ちゃんと、ね、はい、知らないだろうせな、もう知らない話振ってきたから、俺も知らない話振ってやっからな。本当ね、会社に入るとね、会社を作ると社会保険っていうのを払わないといけないんだ。あ、そうですよね。厚生年金はね、もう入ってない人いっぱいいるんだけどさ、うーん、そう入るとさ、もちろん従業員さんのさ、こうね、こあの保険証とか、はいはい、そういうのね、あれね、自分たちの給料から引かれてるってことじゃん。うんうんうん、50% は会社が負担してんだからね。うん、でね、それだけじゃないんだよ、実はね、あのね、
シングルマザーさんとかさ、いろいろいるじゃない、児童手当とかあるでしょ、はいはいはい、ああいうのをね 0.36% ね実は払ってるのね、そういう企業なんで、そういうのの積み立てで実はね、児童手当とかっていうのがね、まあちょっとだけどね、はいはいはい、うん、助かるよね。なるほど、うん、だからいろいろね事業の質って大変なんだよ。それで昨日 ね県税事務所まで行ってね、いろいろやってたんだよ、ね、ほうほう、たまにやるんだよ。こう見えて真面目に仕事してんだからな、本当。社長の椅子に座ってこんななってると思ってるだろう。いやいやいや、ないからね、そんなこと。思いますよ、僕だって。ないよ、全然。大丈夫なんだよ。その仕事の合間を縫って、ぜひとも MV 見てください。MV ね。MV、MV ね、携帯電話で見れる？見られるよ。ああ、ほんとに。さっきの YouTube チャンネル、ノーバディーズに飛んでもらって、MV、押してもらったら見られますから、ぜひとも見てみてください。あなた、今日家帰ったら見る。見て。そう。かっこよくない？曲かっこよくない？あれ、ほんと悪い。じゃあ帰ってみてください。これさ、この回さ、お前の姉ちゃんにさ、見るなって言っといて。アーカイブ残るからね。あ、そう、かっこいいよ。でもめちゃくちゃ、僕も実はちょっと出てて。また出たんかい。今度はね、なんかちょっと、なんだろうな、菅田将暉感ある。絶対ないわ。すごい、謝って。本当、菅田将暉多分あっちの方にいるから、まず一回謝って。ぜひとも菅田将暉謝って、次回のミュージックビデオに出てください。見たいって言われてんじゃん。ほら、菅田将暉見たいってよ。 どこが菅田将暉、菅田将暉なんかできんの？菅田、はい、いや見たいってよ。できないよ。待ってよ、できないのに言ったの、お前。じゃあかな、漢字がね、漢字が僕のシーンが菅田将暉さんっぽいビデオ。言い訳、こういうの言い訳。そのうちじゃあここで歌いましょう、菅田将暉さんの曲を。今度見せて。了解、今度絶対やらせよう、菅田将暉。俺だって、俺はできるやつしか言ってないからね、今までに。はいはいはい、はい、青汁のモノマネとかしかやってないから。じゃあもう歌います。じゃあ歌うの、今度歌う、歌います。じゃあ何の、菅田将暉の。菅田将暉って歌出してるの？出し、たくさん出してますよ。あ、そう、歌歌ってる人なの。はぁ、俺青汁のモノマネできるよ。何、青汁のモノマネ？青汁の CM のモノマネ。やってやって。この青汁を24年間水に溶いて飲んでおります。うちの父親も水に飲んでて飲んでおります。よく吠える犬が吠えなくなりました。どこの青汁ですか？なんか知んないけど、深夜によくやってない？深夜にやってる、たまに、ね、あのさ、去年、今、俺ね、ちょうどね、イベントでさ、石川シャンメリーっていうイベントに出てんの、はいはい、で、まあ、こういう感じでさ、イベントで、プライスって言って、プライスでね、シャンメリーの金箔のやつがもらえる、シャンパングラスがもらえるね、イベントで出てる、強豪のやつなの、今回。あ、人が強いんだ、うん。そのね、石川県にね、実はね、去年、一昨年か、はいはい、一昨年1年間ね、仕事で行ってたのよ、はいはいはい。でね、石川テレビにも出たんだけど、うん、その時にね、これね、バカにしてるわけじゃないんだけどさ、長崎と一緒、うん、あの夜の1時過ぎたらさ、テレビつけるじゃない。ははテレビつけるとさ、もうずっとさ、通信販売なの。あ、やってるの、ね、そしたらさ、毎回毎回さ、この青汁を24年間水に溶いて飲んでおりましたっつって。はいはいはい、でうちの父親にもね、水に溶いて飲ましてあげました。癖が強いんですね。そう、よく吠える犬が吠えなくなりましたってね、ずっとそれをさ、毎日毎日こう見てるわけよ。犬関係あるって。そう、あと梅沢富美男が出てきてさ、このカニ太よみたいなさ、それをずっとさ、これね、長崎帰ってもそうなんだよね、はいはいはい、毎回そうだよね、はあはあ、あのね、ジャパネット高田なのよ。うーん、東京もそうだよ。ポンポンポシュレかジャパネット高田。ポンポンポシュレ、ね、ジャパネット高田も大変だからね。あ、もう金利手数料は全てジャパネット高田が負担しておりますって言うから ね、 あのね、なんであんなにね、標準語が喋れないんだろうね、あの人ね。あの人、後藤の人だからね、ほんとね。めちゃめちゃなまってるからね、高田社長。そう、島。あ、そうなんだ。そう、福江の人だね。でもそれが結構いいよね、アクセントになって。そうだから、みんな知らないからさ、それアクセントだと思ってさ、うんうんうん、言ってるじゃんね。この青、このみたいなさ、はいはいはい、七何トンみたいなさ、はいはいはい、これもつけて、お高いんでしょ、からのね、39,800円って言うじゃん。どうぞ、大体がさ、39,800円でしょ、39,800円って言わないでしょ、普通。もうもうさ、それがいいのよね。あれさ、福山雅治さんいるじゃん、はいはいはい、福山さんもそうなんだよね。ほうほう、あの、なんつうの、福山さんのモノマネみんなするじゃん、はいはいはい、必ずさ、福山雅治のモノマネやるときってさ、うん、みんなアンチャーって言うでしょ。
みんなそうじゃない、ちょっと深くしてあんちゃんって言うでしょ、はいはいはい、これ長崎人ここにいるから分かるよ、あら、ね、あんちゃんって普通にあれ方言だよね、完全な方言だよね、あれ福山雅治だからじゃないよね、あれ長崎人みんなあの言い方だよね、あんちゃん、絶対そうだよね、あんちゃんはでも使うよねたまに、あのね違うね、ちょっとあのあんちゃんみたいな言い方してるじゃん、はいはいはい、あれ完全に方言にしか聞こえないよね、俺だからさあのさ一つ屋根の下、うんうんうん、でドラマが始まった時にちょっとやべ、ね、ちょっと待ってアクセントアクセントやべあのさあの一つ屋根の下っていうドラマがさ昔始まってさ、ああ江口洋介が出てて、ほうこのさほんの小さな出来心かなんか言うわけよ、出来心じゃなかったかな、違う出来心じゃない出来事に、うん、出来事に、ね、はいはい、そのなんかさドラマでさ、うん、まあチーニーちゃん役で出てくるわけよ、ほうほうほう、福山さんがね、でさすごい喋ってるわけよ、はいはい、あんちゃんなんとかかんとかでさみたいな、全部あれただ単にね長崎なまりだったよね、ただあのなまりの言葉が出てない時標準語にずらしてるだけでイントネーションもろ長崎だったよね、この人ほんと標準語喋らないんだなって思ったの、へで逆にね俺が東京出てきた時ね普通に思ったね、あテレビ語なんだって、テレビ語、うん、なるほど、あのね普通の人たちが喋ってるのはテレビ語だと思った、へえ、はい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 、うん、でねあの何でもかんでもサーとジャンをつければいいもんだと思ってた、あーなんださそうじゃんなんとかじゃんみたいな、知ってるじゃん、はいはいはい、もうだんだん分からなくなってきたらもうジャンジャンジャンってなっちゃうんだけど、聞きますねジャンとかとかさーとか、でさ沖縄がサーなんとかね、あーはいはいはい、東京じゃないんだよね、うん、そう北海道の方もサーとかつけるよね、なんとかサーって、そうなの、うん、知らんけど、知らんのか、知らんけど、そうなんだね、今日も知らんけど、なるほどね、うん、知らんけど知らんけど知らんけどね、みんなそういうの知ってた、ぜひあのね、もう話戻しますけど、何回でも戻しますけど、何回も戻す、ぜひ MV 見てもらって皆さんもぜひとも今再生していただけるととてもとても嬉しいでございます、はいはいはい、まあ、とりあえずそのノーバディーズ、うん、君も頑張ってるわけだし、そうですね、ね、ぜひね、あのこのラジオ見てる方と、あとうちの店、うん、町田 BPR に、はい、今来ている皆様、あの BPR の、ことを、宣伝してくれているようなふりをしている人間が、カズ君ですけど僕も来ていい、もちろん、もちろん、あのちゃんとあの財布とかお金とかあのクレジットカードとかちゃんと持ってきてくださいね、うん、もちろんもちろん、それね、まさかね、お金持ってこなかったらね、さすがにね、あれでも無銭食で売ったって連れてっちゃうからね、はいはいはい、とりあえず時短営業してますんで、うんうんうん、必ずみんなこの時短営業だけはね、少なくても守ろう、うんうんうん、本当に大事なことですよ、あのね、無知は罪っていう前にね、うん、とりあえずね、コロナがね収まるまでね、うんうんうん、収まるまで何年かかるか分かんないけど、じっとこらえよ、そうですね、でね、細々とでもいいからね、そう楽しく行こう、うんうんうん、うんうん、そのために今俺はラジオをやっている、はいはいはい、正直配信もありますから、うん、いやもう人前に顔をさらけ出してる、このダンプに3回引かれたみたいな顔をねさらけ出して俺はやってる言うやん自分のこと、俺でしょ3枚目で売ってるから、あ 3, 枚目、ね、3枚目で売ってるから、はいはいはい、ね、だからなんつうの、みんなでコロナをねなんとかね収まえる、うん、ね抑えて、ね、抑えたい、まあね、ほんとね、天才とね秀才が集まってね、うん、あのやんなきゃね、あの薬とかなんか作りはしないから、うん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 、でもね、そういう風になるまでなんとか我慢して待とう、そうですね、で時短もそうだし自粛もそうだし、時短して自粛して、その自粛をするために暇な時間をどうやって持て余すか、そうですよ、それをどうやってね持て余してどうするの、持て余しちゃダメ、その時間持て余しちゃいけない、その時間をどうやって埋めるか、ラジオ見るとかね、ラジオ見るか、これそうね、で、あとノーバディーズを見る、ノーバディーズ YouTube に上がってます、見てください、そしてポコちゃんを見る、ポコちゃん見る、ライブ配信ですね、カラーズあのライバーさんになろうと思って見る、はい、ライバーさんにもなって見る、そして私たち、私の場合はあのパーティーメイソン株式会社ですけど、事務所所属のライバー、事務所のライバーですけど、フリーでもできますけど、そうですね、何も所属してなくて、ね、もしあのねライバーさんになりたい人はぜひ、はいはい、私と一緒にパーティーメイソン株式会社のライバーになってみませんか、なってみませんか、なりたくなったらどうするか、ああのね、インスタとグラムだっけ、インスタグラム、インスタグラム、インスタグラムで、あのね、春木正義って知らん、あのね、春木正義って言えばね出てくる、
スプリングの春でしょ、うん、ウッドの木、そうで正義ひらがな、正義ひらがな、なるほど、でね出てくる、そしたらねそこで DM ください、そしたらね、はいはいはい、そう、事務所の方につなげます、うん、ちょっとライバーに興味があって、そうだね、どんな感じなんですかとかでも何でもいいから、そう、うちの事務所ね全部スライドショーでね、こういう流れになっていますとかっていうので、うんうん、全部ね教えてくれるから、はいはいはい、連絡さえいただければ、そう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 、紹介できると、したらね社長の方にねそのまま行って社長の方から連絡受けて、でも、うん、お高いんでしょう、何がお高いんでしょう、それ何がお高いの、高え全然、えさっきのテレビショッピングのノリよ、何お高いの、高くないのって、急に来たら分からなかった、なんでよ、お高いんでしょ、全然お高いの、俺のインスタグラム、うん、インスタグラム、それなんか仲介料とか取るんじゃないのって、分かんない、何グラム、違う違う違う、仲介料とか取るんじゃないのって、取らないよ、取らないですよね、なんてゼロ円と、当たり前じゃん、金利手数料すべてこの春木正義が負担いたしますよ、負担も何もないのにね、ここにインスタグラム出てますよ、そうそう、何グラム、うん、インスタグラム、インスタグラムね、そうね、お仕事依頼はこちらって書いてあるんでね、はいはいはい、でねこのポコちゃんのね、あのね青くしてくれて、ね、であのポコちゃんのねこの URL 載ってるんで、これ飛ぶとね、あのね、うん、ちゃんとね俺のページに、俺のあのポコちゃんのなんつうの、あら自分のページに、なんつったらいいの、プロフィールページ、うん、これほら、はいはいはい、春木正義の魂のこれね、下にほらポコちゃんを開くとかダウンロードするって書いてあるでしょ、ね、うん、だからね、あのまだねポコちゃんをやってない人たちはねこれでダウンロードページに飛んでくから、ね、開いたらね、開いたら、ね、アプリストア行きます、ね、今ね危なかったよ、今ね押した瞬間にね、やべえ、そう、ま、登録してるのバレたってなるところだったからね入れてないことがバレちゃうから、生放送だからね、ここのラジオの局の人たちは後で俺にねほんとガタくれられるよ、ガタくれられるよ、ほんとガタクルって言っちゃいけないね、ガタクルって何、ガタガタ震わせてくるぞ俺が、後で教えてあげる、あ、教えてください、タバコ連邦も吸いながらさねえ、ね、いやよかったよかった、うん、じゃあのその2月14日から発売になったんだって、そうですそうです、バレンタインデーからなところで見られるので、あ、じゃあもう今みんな見られるわけだね、そうだよ、で普通に何だろうな、250円とかで買えちゃうから、あ、そう、これ100円だったぜこれ日本分で買えちゃうの、でもやっぱ日本って水道水しっかりしてますから、水は水道水飲んで、飲んだことない、水道水飲んでその分で買ったりできますから、あ、そう、そうよ、さ、普通にだって動いてる時にもさこうやって再生できるから、うん、イヤホンつけて再生して街中歩いたりとかね、家で家事する時にも聞けますよ、家事する時家事真剣にしてんだよドライブするときも聞けます、ドライブするとき、ドライブ、ドライブ車にだってカセットついてるもん、あらカセットって言わないか、流すでしょ、でも車乗ってるとき結構無音、え無音、うん、マジ、流すとしたら何流すの、え流すとしたら、流すとしたら氷室京介がボーイでしょ、あ知らないでしょ、鏡の中で こういう感じ、こういう感じ、わかる、大悟だからこれ揺れてるみたいな、違うよ、こんなことやるの大悟だから、え、大悟はこう、氷室京介こうだから、大悟はこう、氷室京介は左耳を押さえてこうだ、あー、ちょっとそういうイメージあるわ、でしょ、うん、左耳聞こえないから、ね、あー、なるほど、だってさ、ね、今ここで聞いてる、そうだな、30代から50代の人、氷室京介って言ったらもうバリバリよ、はい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 、めっちゃかっこよかったからね、グレーがだってさ、ボーイが好きだからグレーっていうバンド作ったんだよね、うん、なんでグレーになるの知らんけど、あ、そうなんだ、ただ少なくてもあのなんだっけ、デビュー曲グロリアス、はいはいはい、あれボーイのことが好きだからっていうところ、へー、だから恋に恋焦がれ恋に泣くってそういうことなんだよ、へー、ボーイの人に向けてるんだ、それで氷室京介と後からコラボしたじゃん、ほらほらほら、うん、なるほどね、氷室京介はそれ知ってね、へえ、大悟がこうやってさやってても全然怒られないでしょ、こんなのやって怒られないでしょ、あれなんでかっていうと氷室京介があれ大悟のことを、あ、こいつかっこいいなって言って、へえ、僕売れるよって言ったのがきっかけだ、へえ、で怒られる、そうなんだ、俺がモノマネしたら怒られる、怒られるそれがねなんとねたまたま見つけたの氷室京介と、はいはいはい、まあ、ボーイが解散してからね、はいはい、まあ、なんつうのいろいろあって解散したわけだ、うんうん、その後にねメンバー全員が集まることなかったの、氷、うんうん、室京介がね引退するっていう話になった時に、ほう、なんと、なんと布袋さんと高橋真琴と、ほうほうほう、松井常松さんだけでちょっとその日都合合わなかったらしいんだけど、へえ、その時にね
なんとね曲があるんです。あら、コラボで。コラボなんでね、それをねぜひ聴いてもらいたい。曲があるんですね。もうね曲名はあえて言わない。もうねみんな知ってるから絶対聴いた瞬間にね、あのねうわーってなる。聞いたことあるって、うん、かっこいいってなるわけだ。絶対なる。なるほどね。それでは行ってみましょう。行ってみましょう。あれ、ボーイの曲を氷室京介と、布袋寅泰と高橋誠がコラボした。ほうほう。まあボーイメンバーなんですよね、うんうんうん、それがね再結成までいかないんだよね。あと一人いれば再結成なんだよね、うん、で氷室京介さんは引退しちゃったんだけどね、はいはいはい、めちゃめちゃかっこいいんでぜひ聴いてください、はい、それではどうぞ。マジかっこいいから。Thank you. これだよね。
センキュー決めに来たね。センキューがいいね。センキューからちょうどいい感じで毎回入ったね。そうでしょ、うん、センキューよくない？かっこいい。今ねボーイのねノーニューヨーク、ノーニューヨーク、そうノーニューヨーク、ニューヨークない。まあ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 そう言っちゃそうなんだけどさ、はいはいはい、あのねまあね大好きだからディスりたくはないんだけど、このねボーイのボーイ時代もそうなんだけど、氷室京介時代もそうなんだけどね、うん、ちょっとね歌の中に入ってくる単語が意味がわからないんだよ。何があった？例えば俺が好きな歌はシャドーボクサーって歌が好きなの、氷室京介の、はいはい、その歌もね最初薄い汚れたアベニューっていう、アベニュー、うん、薄い汚れたアベニューって何？4番が、だ番地？交差点？交差点？交差点とかなかったっけ？アベニューってね、フランス語じゃん。北の交差点ってこと？多分そういうことじゃない？そういうことじゃない？そういうこと多分。でもすげえかっこいい盛り上がるので、レレレレレって始まってさ、でバーン来てマイク持って、薄い汚れたアベニュー。汚ね交差点っていうの。いいじゃないの。いやないの。なんかねちょっとね変わってるんだよ。うーん、あとね昔はねそのソロになってから、はいはいはい、アルバムの名前がね、うん、あお前わかるだろ、フラワーズフォーアルジャーノ、うん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 、アルジャーノに花束を、うん、でしょ、わかるよ、そうかっこよくね、まずそのねあの本で英語にしてね、そうでしかもねそのね4曲目に持ってきたのがね、なんつうの、なんだラブソング系なんだけどさ、へえ、あのディアアルジャーノ、ディアアルジャーノ、アルジャーノから、そう、ね、いいでしょ、それでもかっこいいね、いろいろね、アルジャーノ絵だ、ディアだから、アルジャーノ絵だ、ディア、へえ、そう、いいでしょ、だからねそういうとこかっこいいね、男らしく、なんかいいねそういうアルバム全体で意味持つみたいな、かっこいいよね、そうそうそう、でね。これね本当はねラジオでかけたいんだけど、はいはいはい、かけられない理由があるっていうの曲があって、あら、あのねスタジアムの時にあまりにもオーディエンスがね良すぎて感動しちゃって、氷室京介がね歌えなくなっちゃって、サマーゲームっていう曲を歌うのに、はいはいはい、もう最後まで歌えないの、へえ、もうずっとマイク持って歌おうとしてんだよ、うん、サンライン積みなってこうなっちゃうの、こらえてます涙を、でああとか、うわーとか言ってんのよ、なんだけど、ね、吠えるんだ、そう吠えるの、もう声が出ないぐらいもう感動しちゃって、で泣きながら感極まって、感極まって、でもねあれ感極まるよ、だってアリーナ全員がさ代わりに歌ってんだ、うわーいいなー、男のアーティストであそこまで盛り上がる人っていうの珍しいよ、涙ものだな、ですっぱりさ耳が聞こえないから音楽やめますって言ってさ、うん、引退しちゃったでしょ、うん、あの去り際もかっこよかった、男はでありたいね、なるほどね、うん、そういう男になりなよ、なりたいです、なりますよ、うん、でね俺ね今日はねちょっとねコロナのね、コロナこれね今ねここの局がねやたらコロナのことを言ってほしいらしくてね、あらあらあら、大事ですね、大事なんだけどね、このトレールも大事、はいはいはい、感染予防も大事なんだけどね、はいはい、トレールですよ、そう感染予防ね、これすごい大事なことなの、うん、なんだけどね俺ね今一番問題になるなと思ってるのは、はコロナにもしかかっちゃった人、ね、かかっちゃった人、うん、かかっちゃった人はかかっちゃった人でやっぱ非難されるじゃない、うん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 、遊んでたんじゃないのとか、うんうんうん、遊んでたわけじゃないかもしれないじゃん、まあね普通に仕事かもしれないし、なったかもしんないしさ、うんうんうん、どこでなったかわかんないじゃん、蛇口でなったぐらいなんだから、うんうんうん、その後ね二次被害三次被害わかる、あのさ家の中とか、いやもう家の中もそうだよね、じゃあねここにいるこのね、スタッフさんたち35人ぐらいのスタッフさんそんなにいなかったいないんだけど ね, ね、うん、あのね家族がいると思うの、はいはいはい、そこに移っちゃいました、うん、これ二次被害、うんうん、三次被害今度さじゃあ子供とかいます、うんうんうん、彼女がいます、はいはいはい、お前んちのお前コロナだろ、じゃあお前もコロナじゃねえのっていうさ、近づくなよみたいな、そうあれよくないよね、ほらみんな見てこのコロナウイルスね、前もさ説明したけどさ、うんうんうん、今コロナウイルスでしょ、で新型コロナって変異つってるでしょ、うんうんうん、変異してんのこうタンパクがどんどん増えて、もうギザギザのこのスパイクがすごい増えてるやつでしょ、はいはいはい、さらにそこからさまた進化する可能性あるわけだ、ね、だからもうねワクチン接種とは言うけどさ、もう予防と、うん、やっぱそのなんだ、もうインフルエンザのあれだよね、
予防接種、予防接種レベルでこれやっていかないといけないと思うから、まあこれから先はそうなっていくかもしれないね。そうだね、うん、木曽里大学に頑張ってもらわないとね。木曽里、北里大学。あ、北里すごいよね、生物系とか細菌学、獣医系とか。そうだよね、うん、そう、ほらこのスパイク、このスパイクが増えたのがね、はいはいはい、変異ウイルス。うんうんうん、これこのスパイクはタンパク。いいえ、出すね、ほんとに。あ、すごい、そうなのよ、ね、ウイルスとかね、こういう風にまじまじ見る機会もなかなかね、テレビとかで出るかも。作ったやつだろうけどさ、うんうん、本当のもんじゃないだろうけど、模型かな、模型かな。でもまあこれはでもそういう意味だよね、うん、うん、あの言葉が悪いよね、ほんとね。だからテレビよりもみんなラジオそしてね、ラジオイコール鳥越あずり、鳥越あずりですね、ここですね、うん、もうみんなこんだけ連呼したら覚えてたでしょ、鳥越あずり。そして、ライバルになりたい人はパーティーメイソンイコールカラーズイコールハルキちゃんのインスタグラムと。そうそうそう、ダイレクトメッセージ。俺のそのインスタグラムは何グラムあるか知らないけど、はいはいはい、まあね、一生懸命勉強するけどさ。あ、そうで、これはあの俺の LINE 公式 LINE みたいな。そう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 、公式 LINE なんだよね。それであのこれで、画面に向かってこうカメラでってやってくれれば、うんうんうん、追加されて、お、そう、こうピッと今これピッピッやってもらえば、そうそうすると、それでなんつうの、事務所ライバーになりたいですとか、うんうんうん、ライバーさんになりたいですっていうね、はいはいはい、あと俺に何だ、100万円あげますとか、の2億円あげますっていう人はね、ぜひここにね言ってくれれば1割ください。もうちょっと少なめかなくれるの嬉しいな。詐欺みたいなのはやめてね。そうですね、俺引っかかりそうになっちゃったからね。あらあらあら、俺昔引っかかりそうになったんだよこれ、実はでさ。あらら、この話はまた今度にしとこうか。そうね、時間が迫ってきましたから、やっぱり一番言っておきたいことは何ですか、今。今言っておきたいこと、言っておきたいこと、母ちゃん見てる母ちゃん見てる優しい青年、母ちゃん見てる、優しい青年だ、そうじゃない、そうじゃないスポンサーでしょ。あ、スポンサーか。あ、スポンサー、そうね、スポンサーでしょ。スポンサー、スポンサーとも、まずスポンサーもそうだし、これもやんないと。これだね、うん、スポンサーはね、バーン、バーン出して、はい、番組応援の会、はいはいはい、会員募集、特典生放送見学、うんうんうん、わお、すごい、うん、応援する番組の MC のイベント、はいはいはい、してたっけ、イベント、石川イベント今出てます、ここでね、生放送中テレビ電話、ここと今中継でつないで、中継でテレビ電話できるわけよね。恥ずかしい、知らない人と喋るの、うん、ちょうど頼んだね。いや、なんで？なんでね、こっちの会員募集に入るもよし、うん、まあでもね、一番いいのはね、うちの番組のスポンサーになってる。歩きまさよしの魂のラジオ。これ、ね、歩きまさよしの魂のラジオ。これにね、本家だ。なんて本家だ。これにね、なんとね、ゲスト出演とかしまいだよね、うん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 、まだね、若干1名2名ぐらいのこれね、そうなのよ、隙間があるんでね、そうなのよ、ここにね入ってもらいたいね。でペラ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 しゃべってほしいよね。例えばこうトレイルみたいにさ、自分の今日トレイル押すね、押すよ、やっぱり自分のさ、例えば何出してる商品だとか、うん、製品だとか、うん、自分を売り出したいみたいな、売り出したい人とか、ぜひ、ね、あとね、俺がね実際ガールズドアだからね、あれだけど、うんうんうん、どうだろうね、これ夜の街関連すごい叩かれてるけど、はあはあ、夜の街関連の人たちがスポンサーになって、うん、んでここで今私たちはこういう対策をしてますよっていうのもありかもしれないね。うーん、健全にやってますよ、健全にやってますよっていうのと、うんうんうん、あとなんつうの、夜の街関連って叩かれたことでさ、うん、ちょっと評判悪くなってるから、あ、夜の街関連の人たちもこういうことしっかりやってますよっていうよね、うんうん、うちの店みたいにもう完全自粛してるとかね、はいはいはい、完全自粛してますよとか、うんうんうん、ね、そういうのもありかもしれない。なるほどね、うんうん、そう、まあね、もう今日もね終わるの早いね、意外とね、意外とね、そうそうそう、今からオーストラリアのさ宝くじに当たったっていう詐欺にあったっていうのをさ言おうかなと思ってたんだけどさ、全然余裕ないもん、あと40秒ぐらいしかないよ、無理だよ、40秒じゃ話せないよメールが来たからびっくりして言ったのにさ、詐欺だ、あれ銀行で俺手数料払うし3000払いそうになっちゃった、合わなさそうなのに詐欺とかあっちゃう、あら、だって2億円だぜ、うわ、うん、
ごいね。防戦にも言われてます。はいはいはい。ね、今日もじゃあカズ、ありがとうね。いやいえ、こちらこそ。ずっと連絡取れなかったから、本当今日来ないんじゃないかと思って。あらあら、ごめんなさいね。来なかったら本当ね、口の中にグラス入れてから引っ張ってやろうかなと思った。やっぱり痛い。痛いなそれ、痛いなそれ、もう。プロレス団体みたいだね。まあここの上でラジオプロレス団体の人多いからね。うんうんうん、それでは本日も今日ありがとうございました。ありがとうございました。こんなプライズがもらえるそんな、ポコちゃんでございます。はいはい、それではありがとうございます。せーの、入れてみてください。3、9、ねー。いや覚えろ覚えろやっぱり覚えろ。します3。